パカリタモシシリは、レソトの政治家、元同国首相。民主会議党首、会議,議員を務めた、クアクハスネック県出身。1967年に、バソト会議党に入党し、1993年の会員選で当選して、以降、当時首相であったヌスモヘレの側近として行動し、1995年には、副首相に就任する。 1997年にモヘレが新党レゾト民主会議を結成した際も行動を共にし、1998年にモヘレが病状の悪化により LCD 議長を退いた時は後継議長に選出される。1998年に実施された総選挙で LCD は80議席中79議席を獲得して圧勝したが、野党は選挙の不正を主張して、 王宮内でストライキを起こしたことから南部、アフリカ開発共同体に治安維持のため軍隊の国内派遣を容認した。合わせて野党の要求を呑んで小選挙区比例代表制並立制を導入し再選挙を実施した。2002年の再選挙の結果、LCD は議席を減らしたものの過半数を獲得し政権を維持した。2007年の総選挙でも過半数を 過労うじて維持し、第三次政権を発足させた。2012年3月に LCD を離脱し、民主会議を発足させる。5月の総選挙で DC は第一党となったが過半数には届かず、モツアハエ、トーマス・タバネを主犯とした野党による連立政権が発足し、6月に首相を退任した。2015年の総選挙で再び首相に就任。 2017年3月1日に会議会にて不信任案が可決され、総選挙に打って出る意向であると報じられた。その後2017年6月3日に行われた選挙で、トーマス・タバネ率いる全場外会議に48議席を獲得されたのに対し、モシシリ率いる民主会議は30議席しか獲得できずに敗北した。6月8日には、列へ国王に辞表を提出したものの、 次期内閣が組閣されるまでは在任することが発表された。6月16日にもししりの公認としてトーマス・タバネが首相に就任した。ありがとうございます。